はい、本日はですね、こちらナンガとアーバンリサーチのコラボのダウンジャケットをご紹介していこうかなと思います。ということでですね、前回からずっと言われてました。去年からね、これ紹介して紹介してって言われてて、今回こちらには通常モデルのナンガのダウンジャケットもあるんですよ。で、もう一個スペックの高いナンガの高級ラインのダウンジャケットもあるんですよ。で、どっちに似てんのとかね、そもそもそれと何が違うのと、実はなんですけど、後でも言いますけどもね、こっちの方が値段安いんですよ。普通コラボしてるやつで値段高くなるんちゃうのって思うじゃないですか。でもこれの方がちょっと安いっていうのがあったりして、まあ、その秘訣というかね、まあ、理由なんかにも迫っていきたいなと思うんですが、まずはこのアーバンリサーチとナンガのもう10年ぐらい続いてるコラボのダウンジャケット着用していきたいなと思います。こちらね、サイズが L サイズで着用しておりますので、僕身長178センチ69キロではこんな感じでございます。毎朝体重を測っておりますので、体重は正確であるというふうに思っていただければいいんですけども、まあ、こんな感じですね。まあ、至って普通なサイズ感ですよね。日本規格のサイズと思っていただければいいかなと思います。一回上まで締めてみましょうか。はい、このような感じで一番上まで締めるとこんな感じになっておりますね。ちなみにインラインの方も一回着てみましょうかね。どんな感じなんかっていうのをね、忘れてる方もいらっしゃると思いますので、一回着ていきましょう。はい、とまあこんな感じでね、通常モデルの方の L サイズもこんな感じなんで、サイズ感に関してはいつものナンガのサイズ感で問題ないんちゃうかなと思います。ただね、1点、この高級ラインのダウンジャケットの方だけサイズ感若干違うんですよ。ちょっと大きめに作られてるので、僕これ M で買ってるんですよ。 LL なんやけども、これだけ言うと M なんで、まあ、これはちょっと今回ね、ちょっとランクが違いすぎるんで、一回比較には出しませんけども、着るだけ着ときましょうか。はい、とまあこんな感じでね、ナンガのオーロラライトダウンジャケットかな、なんかそんな名前たんですけど、これは8万円とかぐらいするんで、ぐんとちょっと高いレベルになってて、生地とか全部違うんですよ。だから生地も違うし、中の綿も違うし、このベルクロのテープも違うしっていうことで、とにかく全部違うんで、これに関してはちょっと別格やと思っていただいて、一回あるねんけども、ちょっとあの横に寝かしときましょう、一旦ね。ではですね、こちらのオーロラジャケット、オーロラダウンジャケットとこのコラボの方が何が一緒で何が違うんかっていうところをね、見ていきたいなと思います。最初に言っておきますけど、ほぼほぼ一緒です。まず価格からいきたいなと思うんですが、価格がね、このアーバンリサーチのコラボの方が今年からちょっとだけ高くなっておりますが、39,600円、36,000円に消費税という形になっているので、去年より1,000円値上がりしております。で、このオーロラダウンジャケットに関しても今年からちょっと値上がりしてるらしいので、44,000円か45,000円かなんかちょっと忘れたんですけど、それはぐらいになってます。だから価格差的にはだいたい5,000円ぐらい値段は違うんですけども、同じとこもあれば、ちょっと性能劣ってるとこもあるんですよ。だからそんな話をね、今からしていきたいなと思います。まずはですね、生地でいきましょう。この見ていただいてる生地に関しては全く一緒、もうどっからどう見ても一緒、ただ色が違うだけって感じなんですけども、ナンガってだいたいこの色作りますよね。こういう色味作りたがりなんやけども、今回コラボの方もね、似たような色ばっかりでしたわ。だから生地に関してはもうあるものを使ってるって感じでしょうね。同じような生地っていうか、全く同じ生地で色味だけ若干違うかったりするんやけども、まあ、ほぼほぼ一緒と。で、使われてるジップもいきましょう。ジップもこれも全く一緒、この止水ジップが普通バージョンで、こっちの方も全く同じ止水ジップが使われております。オーロラテックスって名前ついてるじゃない、それ何なんですかって言われたら、まあ、要はあの防水の加工されてると思っててください。それナンガが独自に開発したやつなんやけども、オーロラテックスっていうのが両方されてますので、これも全く一緒、防水の生地であるっていう感じ。ただ性能に関してはそんなめちゃくちゃハイスペックな性能っていうよりかは、まあ、ワークマンとかとちょっと変わらんかなぐらいな防水って思っていただいてね。で、それ以外のダウンの配合、これダウンが 90% がダウン、 10% フェザー、ここにも書いてますがね、ダウンっていうのは綿の状態のやつで、フェザーっていうのが要これが生地を突き破ってくるね、羽の部分ですわ。だから羽の部分が少なければ少ないほどいいんやけど、まあナンガに関しては基本 90-10 っていう割合が多いんでね、まあ今回もその割合がまあ全く一緒であると。で、次ね、若干細かいけど違うところっていうのと、めちゃくちゃ違うところっていうのがあるんですよ。まず細かいけど違うところいきましょう。細かいけど違うところっていうのはベルクロね。このベルクロがアーバンリサーチのコラボの方はこのもじゃもじゃテンパバージョンね、インラインの方はこういうなんてやろう、こういうモコモコしたジップになってるんですけど、こっちの方が若干確か安かったと思います。値段もね、コスト的には安いっていうのがあったりすると思うし、次はこの首元に引っ張るドローコードのとこ、これはアーバンリサーチのコラボの方はこのね、こういう仕様でギュッて縛るタイプになってるんやけども、元々の方はこの横タイプでギュッて縛るタイプになってるので、この辺もちょっとだけ仕様はね違うかなと思います。こんな感じですね。で、ちなみにこれに関しては値段はもう10円とかしか変わらへんから、これに関しての差額ってほぼないと思っていただいて結構なんですけども、まあ、こういったことで、まあ、若干の違いがありますと。で、大きく違うところ、こっからですよね。タクゾ待ってましたと、ここを喋ってほしいなってことだと思いますので、喋っていきたいなと思うんですけど、何が大きく違うかというと、これはまあ誰が見ても分かるところなんやけども、ポケットがね、実はこれ長く作られてるじゃないですか。こんな長いポケットいりますかと、もうよっぽど手でかないとこんなポケットいらんでと思うんですけど、ようよう見たらね、これ2つポケットあるんですよ。上のポケットがまずここで終わり、そして下のポケットは下のポケットでこうあるんですよ。だからここ繋がってないんですよね。これ繋がってないんかい
と。誰がどう見ても繋がってると思ったけど、これ繋がってないんかいってみんな言ったと思うんですけどもね。そう、なんかここはね、仕切りが分けられてるので繋がってないんですよ。ちっちゃい時ね、砂場でこう山作ってこう手があったらなんかトンネル通ったねなんて言ってるんやけど、これは一緒通りません。あの繋がってないからね。これはなんかちょっと独特な形なんやけども、まあ、去年までもね、アーバンリサーチでこういう形でやってたんかもしれないんですけども、ジップは1つしかないんやけども、ポケットは2つあるというちょっと変わった仕様になってるんかなっていうところが普通のバージョンと違うところで、次に違うところっていうのがこれ結構違うところなんやけど、綿、中の綿の量が違います。でメーカー公式で言うと、このアーバンリサーチの方のコラボの方っていうのは総重量が 725g って言ってるんですよ。まあ 725g って言ったら、まあヌプチジャケットがだいたい 600g ぐらいから、まあ、結構綿入ってるのかなって思うじゃないですか。でこっちの通常モデルの方は 650g なんですよ、総重量がね。だから 70g ぐらい違うんか、あ違うな、こっちの方が重たいんかって思ったりして、綿結構入ってるのかなと思ったんですけど、綿の量はちょっと少ないです、残念ながらね。だからまあこれはどっちかって言ったらスタイリッシュに見せるとか、ちょっとシュッと見せるんやったら少ない方がいいとは思うけど、保温力で考えるんやったらちょっと下がるやろなっていうところでね、性能としては落ちると思っていただいて大丈夫だと思います。っていうのも外から見てる分には分からないんですよ。っていうのもダウンパックが見えないからね。でもこの開けたところはダウンパック見えるでしょ、もこもこしてる感じが見えると思うけど、この綿の量覚えておいてくださいね。こんな感じの綿の量、もう触ったら全然違うけども、まあ、こんな感じの綿の量で、次本物バージョンの方はこれぐらい入ってるんですよ。だからちょっともうちょっとふっくらしてたり、ここのふっくら感もちょっと違うと思うんですよね。もう一回戻りますよ。もう一回戻ったらこっちのコラボの方はちょっとペタッとしてるの分かります？はいはいはい、確かに言われたらそうやねと、タクゾーよう見抜いたなこれって思われるかもしれんけども、見抜くんです、僕はこういうの気づくんですってことでね、気づかせてはいただきました。なのでまあコラボしてるから使ってる綿の質は一緒だと思うけど、そもそもの量が少ないっていうところが今回のアーバンリサーチのコラボになってるんかなと思います。昨年までがちょっとどうやったかは昨年持ってないからちょっとわからないんですけども、そういうところでコスト値段が下げれてると思います。だから全く同じもので値段が下がってるわけじゃなくて、それ相応につまりあのあったかいのいらんよと、そんなにダウンジャケットでゴツゴツなんいらんよっていう方はね、逆にこっちの方がいいかなと思うんですけど、次じゃあデメリットいきましょう。とは言いながらもどういうところがちょっと微妙なんかっていうと、まあ個人的な意見としてはね、はっきり言って性能は落ちてます。だからこっちの方が低い、あのコラボの方が低いから、暖かさっていうところを欲しいんであればちょっとこのダウンジャケットは除外した方がいいかなと。たった5000円下がるだけで結構綿の量違うんやったら、5000円上げてでもいい綿使ってる方がね、いった方がいいと思うんですよ。っていうのもナンガっていうブランド自体そもそも見た目で売ってないから、中の綿で売ってるから、中の綿の質下げてまであえてコラボ買う必要あるんかなって個人的には思うんやけども、まあそれは好きな人もいてるからね、それはそれでいいと思うんですけども、性能が下がるっていうことは事実なんで、これは別に僕が好きやから嫌いやからという話じゃなくて、綿の量が少ないってことは性能はもちろん下がってくるんで、まあ、この辺はねちょっとデメリットになるんかなっていうところと、次じゃあおすすめの人、どういう人とおすすめなんかっていうと、やっぱり別注モデルなんで、このインラインの方のモデルってめちゃくちゃ見るんですよ。大阪市内とか東京とかパーって歩いてるじゃないですか。そしたらだいたい1人か2人は見る。夏場でいうとこのマカ2、マンティス2ぐらい見る。あれも夏場になったらだいたいマンティスとマカ2持ってる人絶対1人は見るんですけど、それと同じぐらいなんかのこのジャケットもだいたい外に行ったら1人か2人は見るっていうぐらい、まあ人気のジャケットだから被りやすいっていうところあるんで、まあ、ちょっと被りたくないよと、やっぱ俺は俺の個性出していきたいんやっていう人はね、そういうところでちょっと違うタイプの、あれなんかすっごいあの人手でもでかいんかなと思うようなポケットやねんけども実は二重になってるんですよとか、あれナンガっぽいけどなんかナンガで見たことないな、実はあれ別注モデルなんですよなんていう風にね、ちょっと違う要素を組み立てていくっていうのはいいんかもしれないんですけど、保温力はちょっとグッと下がっちゃうんで、個人的にはねこの同価格帯のヌプシ、ヌプシも3万5000円ぐらいやったと思うので、コラボ別注モデルよりちょっと安いと思うんですけど、こっちの方が綿の量は多そうですね。このモコモコ感っていうかね、この綿が入ってる感っていうのがちょっと薄いかなっていう印象はあるんで、まあ、このあたりが、コラボジャケットの、まあ、紹介ということになってました。まあ僕もね前々から思ってたんですよ、ナンガのこっちの方が値段安くて、なんで安いんやろなって、5000円ぐらいしかも安いからね、コラボって普通値段上がんねやろなと思ったら、やっぱりちょっと多少性能落としたりとかしてより買いやすい値段にするっていう戦法やと思うんですけどもね、そういう風にされてるんかなということで、全く同じ性能やのに値段安くすることはできませんから、それはもう元々のこのブランドができひんねやから、他のブランド入ってきたら余計できひんからね、絶対どっかは下がってんねんけども、じゃあどこが下がってたんですかっていうと、綿の量が圧倒的に少なくなってるなと。綿の量少なくなってるのに総重量が重いっていうことは、まあ、部品とかが多いとかね、そのジップの重さがちょっと出てるとか、そのポケットが広いからその分ポケットの別生地を使わなあかんとかね、そういったことで重くなって 70g ぐらい重くなってるような気はするんですけども、まああくまでねこれを今後迷われてる方はこのナンガの普通のオーロラダウンジャケットと、まあ、比較されるのが一番いいかなと思います。あともう一個ね言うの忘れてた、今年からねこのクリーンダウンっていうのが使われ出してるんですよ。でこのクリーンダウンっていうのが使われてて、リサイクルされたダウンとかをもう一回綺麗にして使い直してるんですよって言ったりするんだけども、このナンガのダウンを洗浄してるとこと、ノースフェイスのダ
ダウンを洗浄してる会社一緒なんですよ。三重にあるんやけどもね、三重の川田フェザーっていうところがあるんやけども、そこでダウンをね綺麗に洗浄してるんですよ。だからそこもう全く一緒なんで、中の綿に関しては洗浄方法は一緒。まあ元々の素材は違うけどね、いいのをもっとなんか取り入れたりとかしてる会社もあるやろうし、そんなに大したことないフィルパーを扱ってる会社もあるやろうけども、洗浄は一緒なんでね、そこで洗浄されてるのでよく見かけると思うんですけど、まあそういったことで今回はナンガのアーバンリサーチのコラボジャケットを紹介させてもらったという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。